通にして、各地の、ね、アマチュアバンドの皆さんにオープニングアウトを務めていただくという企画をやっております。早いものでもうツアーもあと今日含めて2本ということで、ね、楽しい時間が、ね、なんだっけ、楽しい時間がね、はいはいはい、そういうことで、ということで今日名古屋、このフロントアクトを務めていただきますひばりヘイルズの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんは普段は名古屋で活動しています。そうです、名古屋で活動してます。はい、普段はどんなところで活動してますか？そうですね、今学祭でいろんなところで大学でやらさせてもらってます。はいはい、学祭、今日は名工大で昼やってきました。なるほど、はい。女子大なんかに出てますか？女子大は今回は出させてもらえませんでした。はい、そうかそうか、それないときついね。そうです、まあ、でもそれが、それが目的でやってるわけでは、いや、そういうわけではないです、はいはい、ということで、彼らはこのような感じで、もう地元名古屋だったら知らない人は多分いないと思いますが、いや、います。で、ね、自分たちのこう CD なんかを出して、うちはなんかも作っております。はい、よろしくお願いします。10代、20代、30代の方がいらっしゃって、はい、彼が、はい、10代、19です。ついこの間まで高校生だった。なるほどですね。でも、もううちの娘とかと一緒ですね。息子とかと一緒ですよね。お父さんいくつ？お父さん45はい、俺より若いじゃないかな。困っちゃうな。ということで、ベースの彼は、はい、28です。28、はい、中途半端です。中途半端だね。いや、でもさ、いっそのことだから21とかって言っちゃいなよ。見えますね。分かんない、見える、高校生にしちゃおうか。高校生ちょっと無理がよ。大丈夫、うん。ということで、彼は僕ですか？はい、僕30ですね。はい、ということは、ということはパーソンズさんと同い年ですね。つまり僕らの歴史と君の歴史が、そうですね、ここ名古屋にはシンクロしたというか、シンクロしましたですね。はい、素晴らしい、とんでもないです。ということで、はい、YouTube をご覧の皆さんはもう知ってるかもしれないですよ。今日はディアフレンズやっていただけるね。僕もラボですね、バンドでディアフレンズでいろんなアレンジをしたりしてたんですけども、こんなアレンジもあるんだと、ちょっと最初に聞いた時ドギモを抜きましたね、抜かされました。はい、はい、ということで、はいはい、普段はですね、彼は、ね、MC はしないんです。ライブが男っぽくやったりとかやる感じのバンドなので、ということで私がこうね、つまらない話をなかなかさせて申し訳ないので、そろそろ演奏の方に行っていただきましょう。ひばりヘルズの皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。パーソンズ30周年おめでとうございます。パーソンズ、僕らより一つ二つ上の世代になると思うんですけども、このバンドの、このパーソンズさんは、日本の、ね、ロックシーンの道を作ってくれたバンドだと思っております。で、僕らはこうやって今バンドをやれてるのもそういう道があったからなんだと思っております。今日はパーソンズとパーソンズのファンの皆さんで、本当に感謝と敬意を込めてディアフレンズをやらせてもらいたいと思います。それでは聴いてください。Dear Friends! Thank you.
。いやいやいや、すごいね。いや、お気に入っていいですね。彼ら、名古屋を拠点で活動しているということなんで、どっかで名前を見つけたときは、応援しに行ってあげてください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。皆さんでした。どうもありがとうございました。ということで、ありがとうございます。事前の時間で少々頑張っていただきます。その後、パーソンさんの演奏が始まりました。しばらくお待ちください。よろしくお願いします。